はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、というわけで今日はちょっと短いんですけど、20分ぐらいだけどね、ショールームやっていきますよ。くしゃみだけさせて。くしゃみが止まりませんでした。さあ、今日はリアルお話し会でございます。お話し会来てくださる方はよろしくお願いします。ね、もう土曜日だよ。早いよね。そしてお気づきの方はいるのかいないのかちょっと分かりませんけど、私前髪を切りました。そう、前髪切った。そう、昨日カレンちゃんに会ったんですけど、カレンちゃんに会った瞬間に前髪切ったって言ってて、切ったよ、さすがじゃんって言ったら、ちょっと量増やしたって。わ、よくわかったね、さすがじゃんってなりました。そう、カレンちゃんは前髪切った上にちょっと前髪の量増やしたことも気づいてくれた。びっくりしましたね。
皆さんは気づいていましたでしょうか。私が髪は切ってるけど前髪切ってることに気づいてたかな。なんかね、私もともと前髪あのさ、今ここら辺とかめっちゃ伸びてるけど、これもね全部前髪だったんですよ、もともと。そう、これも前髪で、で一時期前髪すっごい伸ばした後に切る時に、あのまあこれとかはもう前髪伸ばしてた時の名残じゃないけど、そんな感じでずっと残ってるやつなんですけど、これのね、あのなんだっけ、これその一旦前髪切るときに結構薄めで切ったんですよ。あのもう切る部分をめっちゃ少なくして、そうめっちゃ少なくして切って、でちょっと少なすぎたなと思って、こっから前髪部員になる人を増やした。ごめん、説明めっちゃ下手でした。ダメでしたね。まあ今はちょっと前髪短いんだけど、多分前鉄痕の時にはいい感じの長さになってると思う。そう、前鉄痕に合わせて切ったから。そうやって前髪の量を増やすんですね。そうですね、まあでも結構忍耐結構ね、我慢しなきゃいけないけど、伸ばさなきゃいけないから。そう、でも気がついたらもうね、あんなに伸びてましたよね。あるん、あや、まあでも前髪を切りましたっていうのと、あとはね、そう、私カフェレストマーズさんに行ってきました。そう、めっちゃなんか和風だしのチキンカツマジで食べてって、ほんといろんな人に言われて、で私めちゃめちゃ洋風の気分だったんだけど、じゃあそれにしてみようかなと思って食べたらめっちゃ美味しくて、そう、
やっぱ和風だったらちょっとミディアムいけたかもしれないって思ってそうなの。めっちゃ美味しかった。もう出汁が美味しくて、あのご飯に最後食べ終わった後なんかおじやみたいな感じで、あのご飯に出汁をかけて食べるのがめっちゃ美味しくて、ていうか普通に食べ終わった後出汁だけで飲んでました。塩分型塩分めっちゃ取ってるから。そう、入れ、そうめっちゃ美味しかったし、あとはいちごとオレオのパフェがマジで美味しかった。オレオがいっぱい入ってるのもいいし、まあオレオにビスコッティにアイシングクッキーがあるからね、あれがマジで美味しかったよ。一番下がチョコプリンでさ、私チョコプリン食べれるか心配だったけど、めっちゃ美味しかった。チョコプリン和風はね、今週末までなので、あの今週末ルンテツ見に来られる方はジョマイラブで、もしよかったらカフェスマーズさんで和風をぜひ食べてください。そう、今週末までです。絶対ご飯に、ご飯ちょっと難しいけど多めに頼んだ方が、あのおじやを楽しみたい方はその方がいいかも。私ショーの半分だったからご飯が、そうこれちょっと一個大きいのにしてもよかったかもとは思ったけど、まあ、パフェがあるからね。そう、来週土曜日のコンサート終わりなら空いてるのかな。まあでも土曜日はどっちにしろあれだから混んでるような気もするけど、でも予約したらもう確実に入れるので予約をおすすめしますね。インスタの DM とかで予約できます。まあでも全鉄コンあるから多分結構行く人多いだろうな。ほんとやっぱ平日のねお昼とかに行くのが一番いい。でも平日のお昼でも全然混んでるんだけどね。そう、私もびっくりする。平日のお昼行ったらなんでこんな平日の
お昼なのになんでこんないるんってなった。そう、次食べに行ったらイタリアントマトを食べるか、なんか卵のやつ食べるかですね、本当に。今日はいつもとね、価格が全然違うからちょっとごめんね。今日リアルお話し会のね、服が取れるかどうかが分かんないんだよね。まあ取れるようには頑張るんだけど、私の準備次第、マジで。そう、取れなかったらごめん。でもそれにもね、理由があるんだっていうことだけ分かっていただけると嬉しいそう、そうそう、全身写真を撮れるといいんだけど、そう、あの全身の、今日のリアルお話し会の全身写真の私服ねを、あの誰かに撮ってもらうことが今日はできるかどうかがわからないと。あ、違う違う、ファンの人の特典とかじゃなくて、こっちの話。そう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 、撮れなかったらごめんねっていう。そう、まあ、私の準備次第です。今日はね、もう何がとは言わないが、お話し会終わった後のスケジュールがえげつないからもうね、撮ってる時間ないんですよ。あの、もし私が準備遅かったらね、そう、準備がもう遅くて遅かったらもう撮れないっていう感じなんで、まあ取れなかったら自撮りでごめんっていう感じになると思います。まあ大丈夫だとは思うけどね、念のためね。そう、まあ今日着る服はね、皆さんが見るのは初めてです。そう、まあでもこの日のために買ったものではないんだけど、変な言い方しちゃったな変な言い方しちゃったんだけど、そう、まあお話し会楽しみましょうね。さあ、あ、じゃあそろそろ時間なのでランキングを読んで終わりにしますね。13位から13位、ムロキックさん。12位、カラスのカワコさん。11位、飯田ひろゆきさん。10位、ブヒブヒりょうちんさん。9位、川辺桃香さん。8位が、これは HMS
ドリートノースさん、絶対違う気がする、ごめんなさい。7位スサノーさん、6位キサラギカオルさん、5位ロミツさん、4位馬のしっぽさん、3位マムさん、2位プレジョンさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日は見てくださってありがとうございました。配信はまた明日、この後お話し会の人は楽しみましょう。またね、ありがとうございました。